最近ね、はい、ここも週刊現代が載ったでしょ。あ、なんか、はい、何百年とか火つけたのこの人なんですよ。これを作って、はいはいはい、でこの人が、はい、今と昔を、いやでもねこれこういうのいいね。そうね、売れて売れて売れまくってるからちょっと飯ぐらい食べさせてよっていう話一番最初に目つけてこれは売れるって絶対売れるよしてもらって本当にね、あの頃はでも本当まだまだいやでもこうやって変わらない店もあるんですね。面白いこと言った。本当に本当に変わらない店あるんだよね。いやもううちも変わらない店って言われて面白いけどいや、撮ってくれましたそうだよ。あ、そうでしたね。そう、このちょっと先はなんか売れましたねえ、なくなっちゃってるものもあるわね、うん、だからね、後ろにあのこの近く、はい、新橋。あ、これ新橋ですね。あ、もうちょっと後ろ、もう4釣りぐらいは来てるんでしょ。3釣りです。すごいね、今日本で一番売れてる本じゃん。これです。写真使った。いやいや、まあそうだ。日本で一番ですよ。いや、すごい。まだまだこれから第4、第5って行かないと。まあ早かったもんね、重版が。すごいですね。いや、あの出版社ってもうイケイケだから、これ止めたらダメなんですよ。そうですね。考える時間がない。だからいい出版社でやったよ。いい出発、一番いいじゃないですか。焼き鳥食べる？あ、もうちょっと何でも、どうしよう。焼き鳥、塩。お塩で、はい、ありがとうございます。焼き鳥って何本だっけ？口から抜いて、5個くらい。6巻入ってます。6巻ですか、失礼します、はい。僕は食べないから。じゃあ、焼き鳥の塩で。はい。それとね。500円とかあまり変わらないですね。意外とかはやっぱりね。取ってるこのでも松本郎とかなんかね。松本郎ね、火ついて焼けちゃったからね。変わっちゃってますからね。火ついて焼けちゃったからね。そういうところもあるからな。これは今日も何かな。いや今ね、あれ昭和はすごくたどる人がすごい増えてるから昭和ですよ。本当ね、こういうのはね、あれね、あれ、そばがき、そばがき、そばがき、あれ、うん、そばがき、そばがき、そばがき、お願いします。切ってもらって、はい、わかりました。地域なんかもちょっとないんだもんな。緊急事態宣言ノンアルコールビールですね。ゼロイチ、ゼロイチ今バリバリ売れてるAPM ビーチだよねだよね。あのうちの嫁が取ってますね。嫁が辞めるって言ったのを引き止めてくれた人なんで、ね、すいません、恐縮です。そんな感じです。食べないでください。恐縮です。りんごちゃんが無理無理吉野さんに嫌がる吉野さんのサインを書いていただきました。嫌がるわけないじゃない。無理無理じゃないよ。じゃあそのまま今決勝してる。恐ろしい。おー、いいね。じゃあ家でゆっくりまた見てください。はい、ありがとうございます。吉野さんは森です。森です。うまいです。いいですか、本当に。うまい。深大寺。うん。深大寺、松屋寺。濃い。濃いし、濃い。東京の音だ。東京の音だ、全部つけちゃダメだね。農家牛と。ね。冷めちゃいます。いや、俺はね、こんな熱いの食えないし。猫舌なの。俺は、すだち。こっちですね。お願いします。どうも、ごちそうさまでした。どうもどうも。楽しかったです。楽しかったです。一軒僕が。はい。あ、ありがとうございます。こちらこそ。ごちそうさまでした。また来ます。また来ます。感謝です。よろしくです。ありがとうございます。僕はペンです。お、そうなんだ。写真集のほとんどペンです。
昔から。昔から、あ、カラーがね。昔から、あの人撮るときは EMR 使いますけど、ペンです。新しいペン使ってる？あ、使ってないですこれ、ずっとこれ。あの写真集のやつこれなんだ。そうです、ほとんどペン F、 カラーはこれです。あれ昔のやつ？そう、あ、昔のはフィルムですから、あれはキャノン F1 35mm です。そうですか、はい。あ、いいね、いい、とりあえず。で、俺らはずっと回ってますからね。